どこまで連れて行くつもりだ。それに私の大事な人って。フンムルク、なんでお前が。バクージャジャ、てめえどういうつもりだ。私の秘跡を奪うために無関係な奴を巻き込むんじゃねえ。無関係だと。この男ほどお前と関係がある奴はいないだろうぜ。なんせこのフンムルクこそお前の実の父親なんだからな。オイラたちの言うことは信じられないかい。だけどこれは事実なのさ。さっきそこの冒険者と話してるの聞いちゃったんだから。本当なのか、フムルクが私の親父だって。そうか、お前が否定しないってことは事実なんだろうな。理解できたなら持ってる秘跡をかけて俺様と差しで勝負してもらうぜ。もしそこの冒険者が余計な邪魔をすれば、お前の父親を殺す。汚い真似ばかりしやがって。本当の父親とかそんなことは関係ねえ。そこにいるのが誰だろうが人質取られて黙ってられるか。来やがれバクージャジャ、今日こそてめえをぶっ飛ばしてやる。相変わらず威勢だけはいい王女様だ。人質を丁重にお連れしろ。取り戻そうなんていう無粋な真似ができないようにね。ちなみにメス猫ちゃんが負けた時もパパ猫ちゃんを殺すよう命じてあるんだ。だってその方が盛り上がるからね。心配すんな。ここまでお前と一緒に旅路を歩んできたんだ。今さらあんな野郎に負ける私じゃねえさ。安心しろよビビリ兄弟。お望み通りそっちは二つ、こっちは一人だ。そうじゃなきゃ怖くて戦えないんだろ。誰がビビってるって。どうしたら俺様にお前なんかだと。殺す殺す殺す。後悔するなよ冒険者。お前の目の前でメス猫ちゃんを切り刻んでやる。おいおい、お前の相手はこの私だろ。
怯な真似しかできねえビビリ野郎なんかに今さら負けてられるかよ。私は親父の後を継いでみんなの笑顔を守る王になるんだ。当時のメス猫ちゃんがせいぜい遊んでやるぜ。切り刻むぜ。メス猫ちゃん相手ならこの程度の魔法で十分さ。吹き飛んじまいな。劣等種とかどうでもいい。お前は私が倒す。いつまでその威勢が続くだろうな。猫ちゃんのやつ、なんか前と違うよ。私は継承の儀を通して知った。この国のこと、みんなのこと、自分のこと。どうだい？どれが本物か、メス猫ちゃんにわかるかな？何か、その意味がやっとわかった。みんなが笑顔で生きられる国を作ることなんだ。てぇ、しぶといだけの劣等種が。そろそろやっちゃおうよ、兄ちゃん。これで終わりだ、劣等種。
親父の後を継ぐってことは、ただ王になるだけじゃねえ。親父が愛したすべてを受け継いでいくってことだ。レッド仕事機がしつこいんだよ。してやる。私は王になるんだ。みんなの笑顔を守るために。だからこんなところでお前なんかに負けてたまるか。俺様の全力だぞ。まあ見てられませんぜ。俺たちも加勢します。スレコちゃんの決闘だぞ。オイラたちに恥をかかせるつもりかい。うるせえ。これはあんただけの戦いじゃねえんだ。こんなところで負けてもらっちゃ困るんだよ。仲間割れかよ。大した優等主様だぜ。何人でかかってこようが私は負けねえ。私の勝利を信じてくれてる奴がいるからだ。この自信、一体何が彼女を変えたんだ。取られた筆跡は確かに返してもらったぜ。
馬鹿だ。この俺様が劣等種に力負けした。しかも手下の加勢を受けてなお、たった一人のメス猫ちゃんを相手に。お前はこれまで汚い手段を何度も使ってきたな。神輿を奪おうとリヌハヌたちを脅したり、バリガルマンダの封印を解いたり、私だけならまだしも周りを危険にさらしてきた。だがその卑劣な行いもここまでだ。もう二度とみんなの笑顔は奪わせねえ。おいらは そっちの道はあんたが塞いだの、忘れたのかよ。何？あれは爆風ジャジャの仕業だったのか。ジョージ氏に描かれている連合の旅路でまだ行ってないのは友の将の部隊であるマムークだけだから、マムーク方面に行くための洞窟を塞いでおけば立ち往生したあんたらをこうして誘い出せる。残りの遺跡を奪うためにね。そういうことか。って、そんなベラベラ喋っていいのかよ。はあ、構いやしませんよ。どうせ、俺たちの負けなんだから。約束通り、人質は解放しましょう。すまない、手間をかけさせたね。怪我とかしてねえか？あのさ、お前が私の親父だってのは。それにしてもあの爆風ジャジャを打ち破るとは、さすがはグルージャジャ様のご息女だ。トライオラの第一王女、ウクラマト様。今日までのあなたの成長を私も誇らしく思っております。あ、私の名はウクラマト。連王グルージャジャの娘であり、この国の王となるものだ。じゃあ、みんなのところに戻るか。マムークに通じる道はまだ塞がったままのようです。最後の試練に備えて今は体を休めておきましょう。
ラマチじゃありませんが、お腹が空きましたね。後で炊事場を借りてシャブルクピビルでも作りますか。どうやらお気に召したようですね。恥ずかしがる必要はありません。馴染みなき事物に触れ、知りて魅力に気づき、好ましく思う。それはとても自然なことです。そう、僕は無知すぎたんですよ。これまでトライオラの人々が守り続けてきたものや、これからも受け継いでいこうとしているもののことを。父上はトライオラ女子士の旅路を通してこの大陸に生きる人々と絆を結んでいった。それが後のトライオラの建国につながったのです。なのに僕は突国の技術でトライオラを変えることに夢中になるあまり、そこに生きる人々のことを見ようとしてこなかった。こんな僕が王になったところで民と絆を結ぶことなどできるとは思えません。絆を結ぶってのは、相手を認め、相手に認められるってことだ。そら決して簡単なことじゃないが、一つだけ俺たちからお前に助言してやれることがある。まずは相手にお前のことを知ってもらうんだ。何を見て笑い、何を見て悲しみ、何に対して怒りを覚えるのか、心の内を知れば自然と距離も縮まるもんさ。無知ゆえに争い、知りて絆を結ぶ。ですがどうやって僕のことを知ってもらえば。私も他人に思いを伝えることがひどく苦手です。それゆえにあなたには親近感を覚えもするのですが、これだけは申し上げたい。おぼつかない言葉であろうと、伝えてこそ始まるものもあるのです。初めて会った時、王を目指す理由を尋ねたよな。するとお前はこう答えた。とつ国の技術を使い、人々を豊かにしたい。それが孤児だった自分を王子として遇し、留学させてくれたことへの恩返しになるはずだから、とな。俺は何をしたいのかって計画じゃなく、なぜそうしたいのかって理由でお前を気に入ったんだ。トライオラの連中にも同じように伝えてやれ。そうすりゃ気づいてもらえるはずさ。その仏頂面の下に隠した思いをな。今後はもう少しだけ努力してみます。思いを言葉に乗せられるように。Hey, thanks for making it this far into the video. So I wanted to include something for you real ones out there that actually stick around to the end of the video. At the very bottom of my description, you're going to find my refer a friend code. It's a first come, first serve basis, but I'll include this in every one of these videos moving forward. So if you want to come hang out on Zalara, go ahead and use that code and hop on. Feel free to message me on Twitter if you do play. I'd love to get a little community going on here if possible.
Anyway, that's enough out of me. If you enjoyed today's video, please leave a like, comment down below what your favorite job is in FF14, and subscribe to the channel for more Dawn Trail content coming soon.